シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表、篠崎です。今日はお客様から質問をいただいたのでお答えしたいと思います。篠崎さんのところの夫婦関係はどうなっていますか？また夫婦関係についてどう思いますか？という質問をいただきました。こういった話はよくお客様ともするんですけれども、特に若い方は、恋人同士そのまま夫婦になって、そういう感じでこう行くんじゃないかなみたいなイメージをしてされてる方も多いんじゃないかなと思いますが、実は夫婦っていうのは他人同士が一緒に住むことであり、ただ単純に好き好きで一緒に住めるかっていうとそういう問題ではないと思うんです。そして例えば男性がリードした方がいいとか、例えば女性がリードした方がいいとか、鬼嫁だとか、亭主関白だとか、そういったこともありますが、本質的なところはそうではなく、家庭というコミュニティを夫婦としてどうやって上手に運営していくかっていうことが大切なんだと思います。ですから亭主関白だろうが鬼嫁だろうが、それで家庭がうまくいっているんであればそれでいいんではないかなと思いますね。その夫婦の形ですからね。ですが過去の事例というか、そういったものを見ていると、やはり日本は亭主関白な国であり、男尊女卑という、嫌な言葉があったりとかするように、男の人が主権を握っているとか、三歩俺の後ろについてやるってこいみたいな、男が台所に立つもんじゃねえみたいな、そういうこともたくさんある、言われてきている日本ではないですか。けど私はそれは違うと思っていて、特に子育てしていて子供が複数人いる場合には、奥様というのは子育てということに全精力を注がなければいけないと思うので、やはり家庭のことも多少なりとも男はやらなきゃいけないし、やって差し上げないと家庭がうまくいかないこともたくさんあるんじゃないかなと思いますね。で、じゃあ何やれこれやれってことじゃなくて、自分がやれる範囲のことをやっていくのがいいと思うし、それに対して、女性の方もありがとうっていう言葉を、感謝の気持ちを持ってやっていくっていうことが大事で、夫婦がうまくいくかっていうのはそこにすごくかかってるんじゃないかなというふうに思いますね。ただ私はまだ結婚して13年です。13年ってことはビギナーです。一番下の子が小学校ですからね。だから僕、一番上の子が今年中学になったぐらいですから、そうすると僕のレベル、親レベルも中学生にやっとなったぐらいのレベルで、やはり親とかそういう年代の方に学ぶべき、聞くべきことかなというふうに思いますね。ちなみにですけど、うちは鬼嫁ではないですよ。鬼嫁的なことは言いますけどね、面白いから。ただ家庭のことは全権力奥様に預けているのは確かです。僕は男ですから、基本的に一番大事なのは獲物を持ち帰るということですから、獲物を持ち帰るということは現代に置き換えるとわかると思いますね。なので僕はしっかり必要な分以上獲物を持って帰って奥様に渡して、それを奥様がうまくやりくりするという、古来の人間の暮らしにのっとった、そういった方がうまくいくと思ってやっております。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えたいと思います。それではこの辺で失礼いたします。チャンネル登録忘れずに。さようなら。